宇宙論について僕はねシナリオライターの方と語りたいです、ね、語りたいですか。世界の終末というか宇宙の閉じ方、その全ての宇宙が閉じていったその、はい、君のシナリオは、はい、大丈夫か君の人生観はっつって。あ、なるほど。ちょっと心配だぞと。まあでもさっきあの、うん、帰れ待てみたいなの見たら、はいはいはい、あ大丈夫だなと思ったけど、なんだ大丈夫なんだってちょっと思ったさっき。そうなっちゃうね、深いんですよ、キャラが深いんですよあの子。びっくりしますよ。なんでそこ登用したの。なんかあったのタイミングとか。昔からなの、なんかあったの。もともとはその外から来てくれ、そうなんだ、まあ、だからそれだタイミングあるよね。でも、うん、いやでも、うん、やっぱり信頼してるスタッフでしょ、そこの一人だよね、はい、あのでもやっぱり勝手に飛び上がってきます、うん、あそういうもん、目をかけたとか全然ないですよ。あそ勝手に来ます。おいいことだね。でやっぱりこう合宿やってても、うん、私に全部書かせてくださいって最後自分で言ってくる。お覚悟があるね、はい、うん、僕から全部書けと言ったことはなくて、おそう私に全部書かせてください。おここはそれはいいね。いやでもみんなそう、うちのチームはみんなそうっす。リーダーっていうか登ってくるやつはみんなそう。いいチームだねそれはね、うん、ここはもうやるんで、もう吉田さんはやんなくていいから最終チェックだけ、その代わり何言ってもらってもいいから最終チェックだけお願いしますって言ってくれる人もいるし、うちはもうそんな僕自身がそうだから、うん、まあそういう空気ができてるのか、うん、まあ、なっちゃんはでもそんな中でも、あなっちゃってるんですか、はい、石川夏子はそうでしたね。なるほどね、うん、結構なんかそれをいろんなメンバーがいる、僕ただマンツーで言ってるわけじゃないんで、いろんな人がいる前でそれを言えるって、うん、あそうそう、それはさ勇気がいるじゃん。いやそうなんです。あっていうか覚悟だよね結局彼女にとってもさ、うん、そう勇気じゃなくて覚悟です。覚悟だね、うん、それはさ実はすごいことだからね。いや本当そう思いますよ。あだから僕やっぱ全幅の信頼で、うん、まあただそのそうじゃないって思うものを日和るのも違うから。そうだね、そう、でもだからこそその共感したものは何としてでも通してやりたいっていうやっぱ思いもあるんで、あまあそこはうちのチーム本当いろんなスタッフにそれがあるから、なるほど